しかし全く無茶をおっしゃる。一体またどうして急に。会わせてもらえる約束だろ。こっちは真剣に言ってんだ。幻だなんて言われたって納得できないからな。まあ、確かに幻というのはこちらの世界での話ですが、まあ約束はしましたからな。合わせるわけにもいきませんか。いいでしょう。ただ彼女は現実の住人ではない。古より夢を行き来し、人に悪さを働く。これ以上関わると責任は負えませんぞ。そういう脅かしはもういいよ。能書きがいいから早く呼んでこい。もうそこに来ていますよ。私の役目はここまで。それでは。キャサリン、こんばんは。こんばんは。じゃなくて、やっと会えたね。うん。てかこんな風に呼ばれたの初めてだから驚いてんだけど。で、話って。私のことはもう知ってんでしょ。え、まあ怖くないわけ。まあちょっとはね。ふん。ていうかさ、私は気まぐれにあいつの仕事を手伝ってただけ。望んだのも私を拒んだのも全部あなた、覚えてるでしょ。なのに今さらこんな風に呼び出すとかってどういうこと。そのどうしても話したくてさ。私と。そう、君と。何なの。別に何とも思ってないよ、あなたに拒まれたこととか。いや、だからその違うんだ。違う？何が？どうしても伝えたい、てか伝えなきゃいけないことがあって。まあ別に聞くけどさ。で、一体どうしたの？覚悟はもう決まってんだ。覚悟？前は人生とかいろいろ不安だった。周りから勝手に決まってっちまう気がして。けど俺、君に会ったことで乗り越えられたって思う。何言い出したの。私に会って乗り越えたって何を。うまくは言えないんだけど、世の中って我慢とか自己犠牲とかで成り立ってるだろ。みんな群れからはぐれないように自分を殺して合わせて生きてる。ん？でも俺、そんな人生は嫌だ。たとえ一人ではぐれることになってもな。おかげで悪夢だのなんだのひでえ目にも合わされたけど、そこからもなんとか逃げ切った。もう群れた暮らしに戻る気はねえ。君と出会ってその迷いが吹っ切れた。え？とことん自由に生きてやるのさ。君と一緒ならそれができる。お互い縛られず最高に楽しく生きていける。なるほど。だから俺、君と一緒に暮らしてくって決めたんだ。え？暮らす？勝手に決めないでよ。それに私と暮らすってことは。人間やめたっていい。そのためなら。え？言っただろ、覚悟はもう決まってんだ。ヴィンセント。君が欲しい。結婚してくれ。結婚？いいだろう。いやいいも何もそんな話。ダメだよヴィンセント、ダメだって。よかった、分かってもらえて。ああ、オーケーしてないってば。一緒にいてくれるだけでいいんだ。全部好きでいいからさ。いいからって私人間じゃないのよ。あんでしょ問題。例えば？え？いろいろよ。そもそもこっちで一緒とか無理だし、あと子供とか。それに私、あなたにしたようなこと必要なら他の男にもしなきゃいけないかも。その辺は、臨機応変にって感じでさ。臨機いいわけ。それで
なんとかなるだろう。だだよ、おい人間、貴様黙って眺めておれば何をほざきよるか。臨機応変、さても責任なき言葉よな。しかも人間の小僧がこの魔王ネルガンの娘に婚儀を請うだとありえんな。娘、ちょっとパパは黙っててよ、大事な話してんだから。こいつがお父さん。悪いか。おい、もう帰ろう。今日はゲームに付き合ってくれる日だろう。それなら話が早い。ここで君の気持ちをちゃんと聞かせてくれ。キャサリン、君は俺のことをどう思ってる？それは。お前、何を赤くなったのか。人間ごときに恥じらんな。ちょっと黙ってて。なんていうか人間風の言い方をするとね。好きだよ。おかげであなたとばっか時間過ごしちゃって、本当はもっといろんなのということだ。オッケー、じゃあ決まりだ。一緒になろう、キャサリン。はい。はいじゃねえよ。許さん、断じて許さんぞ。皆さん、いかがでしたでしょうか。またお会いすることができましたね。恐ろしい悪夢からの完全脱出、見事な技でヴィンセントを導きましたね。悪夢の仕掛け人、魔人アストロとも舌を巻く素晴らしいプレーだったわ。ところで、実はこの作品、プレイの様々な場面である価値観を問われていたことに気づいたかしら。秩序に従って堅実な生き方を望むのか、逆に刺激に満ちた奔放な生き方を望むのか、悪夢の中でアスタロトは言っていましたね。階段の上り方に決まった正解はない。ヴィンセントを毎晩苦しめたあの階段は、もしかすると彼を本心と向き合わせるための大人への階段なんて言えるのかもしれませんね。そしてラスト、意を決して復縁を迫ったのはなんとサキュバスだっていう彼女の方。しかも悪魔に結婚してくれなんて、もうどこまでフリーダムなのかしら。ちょっと呆れちゃったけど、彼女まんざらでもなさそうだったわよね。彼、そういえば彼女を口説きながらこんなことを言ってたっけ。人並みに生きていくには自己犠牲や我慢なしじゃ務まらない。どうせそこからはみ出すなら、はみ出し者らしく自由に生きたいって。あの悪夢の体験の中でヴィンセント自身が見つけた答え、それが本当の答えとして伝わったから、彼女受け入れたのかもしれないわね。もしかしたらそういう気持ちがどれくらい彼女に伝わるかで、この後に待つ彼の未来も決まっていくのかもしれませんよ。さあ、プレイされた皆さんはこの結末どうお感じになったでしょうか。人を辞めたっていいなんて彼言っちゃってたけど、大丈夫かな。ここまで彼を導いてこられた皆さんもかなり心配に思ってるんじゃないかしら。もう仕方ないから、もうちょっとだけ先まで見守ってあげることにしましょうか。ゲームって本当にいいもんですね。それではまたご一緒に楽しみましょう。起きてたんだね。ずっとね。ずっと？だって寝かせてくれないんだもん。
おはようございます。なーに、なんだか。こっちのことはどうか気にせず。気にすんだろ。てか、なんでこいつがいるんだ。無視しときゃいいのよ。どうせただのストーカーしに来ただけだし。ストーカー？え、ストーカーとはひどい物言いですな。これでも神様の端くれとして世間のために気張ってきた中に、全く最悪ですバイト。最悪だ。大丈夫よ。こういう置物だと思えばいいんだって。見られてるって思うとなんか恥ずかしいからさ。おは好きよ、ヴィンセント。大好き。ああ、俺もだ。最近怠けすぎじゃないか。だってあなたより燃える男いないんだもん。そりゃ仕方ね。人のオスにこんなすごいのがいるなんてリアルサプライズだわ。あら、彼はもう人じゃないわよ。近くにこうしてるだけでもうトロトロにとろけそう。ほんと罪な男よね。悪魔酔わせてどうするつもり。あなたのことはもう誰だって認めざるを得ないわね、パパ。ああ、お父さん、そこでしたか。まさか、ただの人間がこれほどの力を解放するとは。確かに驚いたぜ。俺、こっちの世界に合ってんのかな。くっそ。パパ、いい加減認めなって。やだー。